2022年11月28日俳優の渡辺徹さん61歳が敗血症のために亡くなりましたね敗血症というのは感染症の結果として起きて症状が急変するから怖い病気なんですこの病気は誰にでもなる可能性があると医者は言っておりますまあ渡辺さんは11月20日に発熱をして28日1週間ぐらいで亡くなってるんですよね、まあ 腹痛などの症状が見られたために、都内の病院に受診したところ、細菌性胃腸炎で、もうすぐに入院しましたね。その後、敗血症と診断され、集中治療を続けてきたんですが、まあ、28日に亡くなりました。ま敗、あ、血症というのは、呼吸器や尿路、腹部から細菌やウイルスなどの感染が体に反応、臓器に影響が出る病気なんです。 これは誰にでもかかる可能性があると医者は言っております何しろこの病気に関しては早期治療が命を救うということですねブドウ球菌や大腸菌いくつかの連鎖球菌が排気症を引き起こす主な細菌で初期症状としてはおかを感じるとか発熱発汗呼吸がいつもよりやらい受け答えに問題があるもうこういう時はすぐ、まあ、病院救急車ですね どんな感染症関連の疾患よりも高い死亡率と裸患率が怖いんですね特に肥満とか糖尿病がある人はこの感染症、新型コロナとか敗血症などは重症化しやすくなるそうですよ感染部位としては肺炎が約5割、復興内感染が約2割、尿路感染が約1割と言われております 年代物死亡では、やはり高齢者が圧倒的に多くてですね、80代で約2割、70代で約2割、60代で約16.3、約15%ぐらいで、何しろ、50代以上でですね、約7割を占める。まあ、年寄り病と思っていいんじゃないですかね。それで、この3か月の生存率が、まあ、 えー、18歳とか64歳では59%ですが65歳以上ではもう9%ともう圧倒的に、えー、このお敗血症になるとですね、えー、高齢者の場合は亡くなる確率が高いとで渡辺さんの場合はですねデビュー当時の体重は、まあ、69キロだって、まあ、非常にスリムな体型でアイドル的な人気を博していたんですね。しかしかやはり食べることが好きで 多いときには1日6食も食べたことがあったと言うんですよ。で、郁恵さんと結婚するときには体重も130キロあまあ30代で糖尿病を発症してですね、急激なダイエットとリバウンドを繰り返していたそうです。で、2012年にはですね、虚血性心疾患で、まあ6時間に及ぶ手術を受けて、その後精密検査を受けたところ、また今度は大動脈。 便狭窄症の診断を受けて入院で、まあ、医療から突然し,してもおかしくないというような状態だったらしいですねでミュージカルを途中降板し手術、まあ、を受けたとか、まあ、過去に2度大きな心疾患を患ってんですね、まあ、この渡辺さんの敗血症から亡く,なる亡くなったということからですねやはり、えー、肥満と糖尿病 それから免疫が非常に弱っているとですねこういう感染症に対してはあっという間にやられてしまうんだなと特にシニアの方はですねこの日常から免疫力が弱ってきてますから気をつけなければいけないということを渡辺さんが教えてくれてると思います。